ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近みんなも知ってる某狩猟ゲームにハマってるんだけど、あれっていろんなモンスターがいて面白いわよね。本当にいそうな生態をしてるし。そうだな。あのゲームは実際の生き物の生態を参考にしているからすごくリアリティがあるんだぜ。そうなの？ということは火を吐いたり、敵を爆発させたりする生き物がいるってこと？もちろんだ。高熱のガスを放出する生き物もちゃんといるし、爆発する生き物もたくさんいるぞ。爆発する生き物が、一体どんな生き物なのかしら。興味を持ったようだな。というわけで今回は、近づいたら危険な爆発する生き物7000について解説していくぜ。具体的な事例も紹介していくから楽しみにしていてくれ。爆発した事例まで紹介するとは、まあ興味はあるからよろしく頼むよ。それでは、ゆっくりしていってね。まず紹介するのはアリだ。現在日本には278種のアリが存在している。そして世界には1万種以上のアリが存在していると言われているぞ。思ったよりもかなり種類が多いのね。軍隊アリとかも有名よね。そうだな。1万種もいれば個性の強いアリもたくさんいる。その中に爆弾アリ、自爆アリというものがいるんだ。いかにも爆発しそうな物騒な名前ね。自爆アリとはアリか山アリアカに属するアリで、1974年にマレーシアで発見された。別名で爆弾オアリ、神風アリなどの呼び名がある。神風ってあの特攻隊の神風よね。自爆アリはその名の通り、体の一部を爆発させて相手を道連れにすることから名付けられた。ちなみに自爆アリは通称であり、和名はまだない。結構新しい生き物なのね。爆弾アリの体長は働きアリでおよそ5ミリメートル、体色は濃い茶色をしている。主な生息地は東南アジアのマレーシアとブルネイで、他のアリと同じように女王アリを中心とした社会を形成して生活をしている。見た目とかはただの小さいアリね。よく見るクロウアリの方が強そう。爆弾アリの特徴は何と言っても敵に襲われて劣勢になると自爆をすることだ。あくまでも劣勢の時だけで、優勢の時には自爆はしない。本当に特攻隊みたいなことをするのね。仲間を守るために死を選ぶなんてなかなか覚悟の決まったアリだけど。アリの攻撃方法としては、通常毒針で刺したり毒液を相手に飛ばすといった方法が挙げられる。しかし爆弾アリは体を爆発させるといった独特の攻撃をするため、山アリアカの中でも特殊な種とされている。まあそりゃそうよね。自爆アリの働きアリは、敵に襲われた場合、腹筋を収縮させることにより自らの体の一部を自爆させ、貯蔵されている毒液を敵に浴びせる。筋肉で爆発とかパワーすぎる。この時自爆した個体は死んでしまうが、放出された毒液が警告フェロモンとして仲間に注意を促すとともに、粘液により相手を身動きの取れない状態にする。聞いてるとその毒液もなかなか特殊みたいだけど、どんな毒なの？自爆アリの毒液の成分は脂肪属炭化水素とアルコールで粘着性があるだけでなく、腐敗性と刺激臭がある。毒液の色は季節によって異なり、浮きは白色、換気は黄色に変化するぞ。仲間を守るだけあって、攻撃力は十分ね。刺激臭のある粘着液を浴びせられた敵は身動きが取れず苦しみ、結果的に自爆個体の道連れになってしまうわけだぜ。自爆アリに喧嘩を売るのはやめた方がいいね。自爆アリのように自らの体を爆発させるアリが実はもう一種いる。それは無兵白アリだ。無兵白アリはゴキブリ目である白アリの一種でフランス領のギアナに生息している。ギアナって確か南アメリカの上の方よね。そうだぜ。よく知っているな。白アリの間にも女王や王を中心とした社会が存在し、働きアリという立場の個体がいる。その辺はアリと同じね。無兵白アリの働きアリの中には自爆要員がいて、敵に襲われすが危機に瀕した場合、頭部と胸部にある街灯を破って、中にある有毒物質を放出する。自らの死と共に敵も死に追いやるってわけだ。巣を守るって目的は同じだね。自爆要因となるのは年老いた個体で、年を取るにつれて街灯に有害物質が増えることで結果的に自爆要因となる。年を取ったら自爆要因になるなんてめちゃめちゃ切ない生き物。昆虫の世界にしてみたら効率的な生き方なのかもしれないな。次に紹介する爆発した生き物はヒキガエルだ。ヒキガエルってあのヒキガエルよね。アリみたいに爆発するの？少し特殊な事例だな。2005年4月。ハンブルク・アルトナの自然保護当局がヒキガエルがガスを溜め込んで爆発し、半径1メートルの範囲に内臓を撒き散らすという現象が発見されたと発表した。ホラー映画かなんかかしら？怖すぎるんだけど。それから地元住民はもともとヒキガエルの池と呼ばれていた池を死の池と呼ぶようになった。特に午前2時から3時の間に頻繁に起こると報告されている。
深夜にカエルが爆発し続けてたらそりゃ物騒な名前もつくよ。2005年4月26日、環境運動家のイルナースモルニクは少なくとも、1000匹のヒキガエルが数日のうちに爆発して死んだと主張した。彼によればこのヒキガエルたちは通常の 3.5 倍の大きさに膨らんで爆発し、しかも短時間の間生きながらえると言われている。相当怖いけど、一体原因は何だったの？ベルリンの獣医師フランツが研究した結果、少し前から池に殺到していたカラスが影響していると仮説を立てた。カラス？彼によれば爆発の原因はカラスからの攻撃と、本来ヒキガエルが持っている体の膨張という威嚇能力にあるという。この地域のカラスはヒキガエルの胸と腹部の間の凹みを貫き、肝臓を引き出して食べる。レバーを狙って食べるカラスなんてグルメなやつね。これに対抗するためにヒキガエルは体を膨らませるのだが、体に穴を開けられ肝臓を失ったところから破裂が起き、内臓を撒き散らすのだという。菌とかウイルスとかが原因じゃなかったのね。少し安心した。カラスの知能の高さゆえに起こった事件だな。次の爆発事例は他の動画でも触れたクジラだ。海岸に打ち上げられたクジラが爆発、というニュースが世間を騒がせたこともある。これは前にも解説してくれたよね。打ち上げられたクジラに近づくなってマリサがこの前教えてくれたけど、あれ？一体なんで爆発するんだっけ？忘れてしまった霊夢のために改めて解説するぞ。死亡したクジラが海岸島に打ち上げられると、その死体が腐敗して死体内部にメタンガスが充満して破裂してしまう。これは全ての動物に起こりうる事象ではあるが、クジラの場合にはその巨体ゆえに爆発の威力が凄まじく、危険性も高いため話題によく上がるようだな。あ、思い出した。発光するものがたくさんあるからガスが溜まりやすいのね。事件になった例も多かったよね。ああ、改めて爆発の事例についても紹介していくぜ。有名なのはアメリカオレゴン州での爆発事例だ。1970年11月、オレゴン州の海岸に体長14メートル、8トンにも及ぶコククジラが打ち上がった。しっかりでかいやつが打ち上がったわよね。解体処理のためダイナマイトを使った爆発処理が行われたんだが、これが引き金となり、体内メタンガスが爆発した。この爆発は凄まじく遠く離れた地域にもクジラの部位が飛んでいき、自動車などが破壊されてしまうという被害が出た。本当にギャグみたいな被害よね。この事件からクジラの爆破処理について検討され、以降海での爆破などを控えるようになったそうだ。絶対その方がいい。このような事件は世界各地で起こっているんだが、本当の恐怖は爆発の威力ではなく、何だったか覚えてるか？確かに多いじゃなかったっけ？異臭がひどかった気がするわ。そうだぜ、よく覚えてたな。メタンガスでパンパンな状態にまで充満していることになる。つまりその死体の腐敗の進行もかなり進んでいることになる。爆発が起こると内臓やら血肉とともに中に溜まっていた悪臭が一気に吹き出す。死体に発生した細菌やウイルスなども一緒に散らばるから感染症の可能性もあるんだぜ。改めて海岸でクジラを見つけても絶対に近づかないわ。前も話したが爆発寸前のクジラはヒレがピンと立っていることが多い。まあどんな状況でもクジラには近づかない方がいいけどな。ここからは少しグロテスクな事例が多いから、注意してほしいんだぜ。次はメウシが爆発した事例だ。これは事故だったりする？そうだな。1932年1月、オーストラリアのタウンウィル氏が、ケネディクリークの農場で乳牛の体の一部が爆発し、死亡した。と報じた。伝えられるところではこの牛は草を食べている時に誤って雷管を食べてしまったのだという。うわぁ？きつい。この牛は胃袋の草を口に戻して噛み直す反数を行うんだが、その時に雷管を噛み砕いてしまったようだ。近くにいた農夫も吹き飛ばされて意識不明になった。動物の管理は気をつけないといけないね。次も家畜の話だ。アヒルが爆発する事例だな。また家畜か。爆発の原因は鍋に入れたイーストを朝の散歩をしていたアヒルが食べてしまったことだぜ。食べてしまったアヒルを捕まえようとすると、鳥は大きな声で鳴き、爆発した。破片が男性の目に当たり、失明してしまったというぜ。うわ。これもなかなかきつい事件。農家をやるときは、少し突飛だけど爆発にも気をつけないとね。少し爆発とは違うが、2016年東京医科大病院で手術中の患者を覆っていた布が燃え出し、大火傷を負うという事件があった。危ない事故ね。原因は何だったの？調査委員会はレーザー照射が腸内ガスに引火したという報告を出した。つまりおならのせいだな。バカらしいけど重大事件だよ。子宮の手術をしている最中だったようだが医師はレーザーメスを使っていた。
突然火が出て布が燃え、医師らが生理食塩水で消すなどして対応したそうだ。笑い事じゃないくらい危ない事件ね。なんか対策はないの？対策、手術前におならをしとくくらいじゃないか？同じおならでも次は牛だ。牛の集団のおならにより、ある農場でまさかの事件が起こった。またおなら。おならってよく燃えるのね。ドイツの中心ブラスドルフにある農場の小屋で、90頭の牛が飼われていた。ところがある日牛のおならのせいで、小屋に大量のガスが充満。それが引火したために屋根が燃え上がり、一頭が怪我を負う事故に至った。換気をちゃんとしないとね。まさかおならで火事とは。地元警察は静電気によりガスが引火し、炎が燃え上がったと発表している。たった一頭の牛でも1日で400リットルのボトルを一杯にするほどのメタンガスを放出する。90頭ともなれば4万リットル近いガスが放出されていたわけだ。バカにならないようね。なんか発電でもできないかしら。無駄にいいアイデアを思いつくな。ここからは動物を使って人為的に爆弾作りをした例を話すから閲覧注意だ。戦争の時代、人間は動物を利用することを考えた。それがこの動物爆弾たちだ。戦争で切羽詰まってたとはいえ、ひどいことするね。まず、ネズミ爆弾が作られた。1941年、ヨーロッパの半分はドイツの手に落ち、イギリスは逆転の布石としてネズミ爆弾を思いついた。具体的にはネズミの死体に爆弾を仕込んだものだ。この時代のドイツは残酷なイメージだけど、まあ死体を使ってるだけでマシか。計画では石炭と共に運ばれたネズミの死体がドイツ全土に広がり、どこかでボイラーの中へ放り込まれれば熱で爆発するというものだった。もし成功すればドイツのインフラに大きなダメージを与えていたかもしれない。ネズミを使っていること以外はかなり有効な作戦に見えるけど、どうだったの？しかしドイツは一番最初のネズミ爆弾を輸送する段階で声に気づき、石炭にネズミの死体が紛れ込んでないか念入りに調べるようになったため、イギリスはこの計画を破棄した。勢力を広げていただけあって優秀ね。次はコウモリ爆弾だ。この戦術を生み出したのは第二次世界大戦中時のアメリカの外科医、ライル・S・アダムスで何百万匹ものコウモリに爆弾を仕掛けることを提案した。なんでコウモリに爆弾を仕掛けるの？コウモリは夜明けになると眠るために暗い場所に身を潜める。敵の本拠地にコウモリを放ち身を潜めさせ、あとはタイマーで爆発させるだけってわけだ。それでうまくいったの？最初の結果はなかなかのものだったようだが、原子爆弾の開発が始まったため軍部はコウモリ爆弾から手を引いたようだ。いいような。悪いような。次はあまり知られていないかもしれないな。核兵器搭載のクジラだ。とんでもない生き物を作ったわね。50年前、世界は核戦争による全滅の瀬戸際にあった。冷戦の東西両側は究極の抑止力を求めて何兆ドルもかけたが、ミサイル、爆撃機、潜水艦はそれぞれ欠点があった。核戦争は恐ろしい。他に核弾頭を搭載できるものはないかと探し出されたのがクジラだった。以前海軍でクジラトレーナーをしていた人物によると、海軍はシャチを使って敵海岸まで核兵器を運ぶという、検出不可能な攻撃を計画していたそうだ。クジラもかわいそうだけど、人への被害も恐ろしい。アメリカ軍はこれを否定しているが、真相は闇の中だな。というわけで今回は、近づいたら危険な爆発する生き物7000について紹介してきたわけだが、霊夢どうだった？自分から爆発する生き物がいるってことがまずびっくりよね。自爆ありとか引き換えるとか、それに意外と生き物って偶然が重なると爆発しちゃうってことがわかったわ。人間が動物を爆弾に変える事例もあるしな。少しグロテスクだったかもしれない。でも生き物の爆発がファンタジーの中だけの話じゃないと知れて面白かったわ。世の中には面白い生き物がたくさんいるのね。楽しんでもらえて嬉しい限りだぜ。というわけで今回の動画は以上だ。最後までご視聴ありがとうございました。